上新電鉄150系電車は、上新電鉄が1992年に導入し2019年まで運用していた電車である。1980年代に導入した100系の置き換え用として、1992年から1996年にかけて同系列と同じく西武鉄道から購入した車両であった。種車は、第一編成は401系。 第2編成が801系、第3編成が701系の3系列に分かれる。ため、3編成それぞれスタイルが異なるが、性能上は同一であり、譲渡された際に同一形式にまとめられている。また台車や車体構造に、同じく西部所沢車両工場を製造された上新、電鉄自社発注車の200系二次車と、共通する部分がある。百六十四年十二月西部。 所沢車両工場製のクモハ414とクハ1453を1978年8月に冷房化、新性能化改造したクモハ408クモハ407がその前身である。前面は国鉄101系電車に影響された切り妻3枚、連続窓で行き先表示器が正面上部左側に設置されている。 1992年5月11日付で、西武鉄道で廃車となり、同年11月7日付で入籍した。導入時には新性能化改造の際から装着していた空気バネ台車の FS372 を200系二次車や西武701系が装着している、コイルバネ台車の FS342 に換装している。1996年には、 同年10月1日から開始されたワンマン運転に伴う対応改造が施された。当初の車体塗装はコーラルレッド一色だったが、1999年10月頃からマンナンライフの広告車となり、同年放映された同社の製品、こんにゃく畑のテレビ CM にも登場した。その後何度か塗り替えられながらも2008年まで同社の広告者を務めた。 同年の全般検査に際して広告が解除され、銀河鉄道39のラッピングが施された500系501階に、かわって、アイボリージに、緑帯の塗装に変更された。なお2010年12月から2014年3月までは、人権ポスターのラッピング車となったもの,の塗装を活かした、形でのラッピングであった。行き先表示器は当初、 高崎、下仁田など行き先のみの表記であったが、1996年10月のワンマン化に際し、高崎、下仁田などと双方向表示されるようになった。2004年10月16日ダイヤ改正以降、通常運行の場合は、高崎、下仁田、または、高崎、上州、富岡が表示される。2018年5月25日をもって、営業運転を終了。 同年6月30日の特別臨時列車をもって引退した。1968年1月西部、所沢車両工場制で、1994年4月7日付で、廃車の5条新電鉄へ譲渡され、同年7月13日付で入籍した。もともと4両編成だったため、遺跡にあたり中間電動車に、先頭車の運転台を接合する改造が施行されており、 9番は、元西部もハ802もハ801である。前面2枚窓で正面の上部に行き先表示器がある。1996年には、第1編成と同じく、ワンマン運転対応改造が施行された。同社の車体塗装も初期は、コーラルレッドだったが、1997年8月から、群馬サファリパークの広告車となって、以来、車体塗装は、 ホワイトタイガーを模したものになっている。一見するとシマウマのようにも見えるため、シマウマ号とも称される。行き先表示器は、ワンマム運転開始以前は、第一編成と同様に行き先のみの表示だった。ワンマン開港、通常運行の場合は、高崎市モニ区間運行の場合、上州富岡、高崎が表示される。年月日をもって引退する。 ことが9月9日に公式サイトで発表され、同日をもって運用を終了した。1 5 0系、第3編成車例は、第2編成よりも古く、1966年3月、西部所沢車両工場制、1982年冷房化の、元西部も刃756も刃755で、1996年8月14日付で、廃車の後、 同年12月6日付で入籍した。遺跡にあたり、第2編成と同様に二両化改造したほか、ワンマン運転対応工事が施行されており、入選時からワンマン運転に対応している。川扉の窓ガラスは、西部時代は抑え金具指示だったが、遺跡に際して H ゴム指示のものに取り替えられている。第2編成とは、外見上よく似ているが、種社の違いから、 側面の雨どいなどの細部に違いがある。車体塗装はコーラルレッド一色塗装で収益した後、1999年から万南ライフの広告車となっていたが、2012年3月に500系第2編成と交代し、第1編成同様のアイボリーチに緑帯の塗装に変更された。同年8月からは塗装を生かしたままラッピングされて、 下仁田ジオパークラッピング列車として運行されている。2019年5月、解体、搬出された。他社の西部4 1 1系4 0 1形乗都車他社の西部7 0 1系、8 0 1系、乗都車用。ありがとうございます。